さあ再び倉敷市倉敷体育館から実況生中継。ご覧いただきましたように 8.31 日本武道館で鶴谷リングアウト勝ち、主力を振り絞ってとうとう頂点に立った天竜が今夜は阿修羅原と共に世界タッグの初防衛戦でございます。さあすでに王者チーム天竜阿修羅原チームは今リング上に入りました。今度は挑戦者チームスタン・ハンセン、ジョー・ディートン組の入場であります。ハンセンのパートナーオースティンアイドルは昨夜広島大会で肋骨を折りました。従いましてスタン・ハンセンはジョー・ディートンを指名いたしました。さあ荒れ狂っての入場チャレンジャーチーム。まあそれにしましても何しろ勢いというものは怖い。今まさに全日本マットは天竜時代一色に包まれました。宿敵ジャンボ鶴田に勝ち、さらに宮廷さん名古屋決戦でこのハンセンアイドルの世界タッグチャンピオンチームも敗れました。さあリング上ではタイトルマッチ宣言、西日本放送岡山本社入船義政局次長が読み上げています。1987年9月12日ナショナルレスリングアライアンス会場ボブ外苑、パシフィックレスリングフェデレーション会長ロード・ブレアス。続きましてタイトルマッチ宣言でございました。そしてベルトの返還、あの名古屋決戦で勝った時にはこの黄金のチャンピオンベルトをリング上に放置してそのままスタスタと控え室に戻った天竜阿修羅原、それだけに不本意な勝利ということを言っておりましたが、まだゴングは鳴っておりません。さあ勝負はレフリーは上樋口でありますが、まだゴングは聞こえておりません。山田さん、今夜はハンセンにとりましてはリターンマッチということになりますが、ハンセンがものすごいやる気ですね。今ゴングは鳴った、勝負開始。さあハンセン奪還なるか、ハンセン奪還なるか、早くも放送席が襲われました。天竜の下へガン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 私どもの放送席に打ち付けています。そしてパートナーのジョー・ディートンは今リングの中に入りました。そして阿修羅原もやっと落ち着きを取り戻しました。 TWF 世界タッグの選手権、天竜阿修羅原にとりましては初防衛戦。山田さん、龍源峰がとうとう世界王者になったんですが、今夜は正念場の勝負ですね。そうですね、まあ、特にね、今日はあのハンセンがね、はい、パートナーがちょっと弱体なので、えらい勢いで入れ込んでますね。そうですね、自分がやらなきゃね、はい、どうしようもない、もう取り返せないと、土壇場の勝負ですね。今そのハンセンはエプロンに回りました。怖いのは今ハンセンです。まあ、ディートンとのコンビネーションを頭に入れながらの、まあ、猛烈台風襲来ということになりましょう。ウエスタンラリアップを何発打ってくるのか、エルボードロップをおそらく1ダース打ってくるでしょう。そして2パットで潰しに来るでしょう。注目のハンセン正面に回った。さあリーダーの天竜が捉えられている。さあ天竜潰しに行きました。さあまずはエルバー溝打ちのあたりですね。すさまじいですね。膝をついて万全の体勢で打ち込んでますね、はい。そしてエルボードロップを打ってスリーパーに取りました。この流れスタン・ハンセンであります。意地のハンセン、今夜こそテキサス魂を思う存分発揮するでしょう。最強外人のスタン・ハンセンの猛攻、ハンセンの大爆走はおそらく天竜原止められないと思います。大事な大事な初防衛戦。さあ先ほどもちらっと触れたんですけれども、天竜原はあの名古屋決戦で勝つのは勝ったんですが、チャンピオンベルト腰に巻かなかったですよね。そうですね、まあ、いわゆる本当の勝利かどうかというようなね、はい、まあ、気持ち、まだまだもう一回やらないまという気持ちだったんでしょうね、はい、そうでしょうね。今夜初防衛してこそ流言法も、それから革命を支えているたくさんのファンもおそらく王者チームとして認め合うのではないでしょうか。何しろ大事な初防衛戦でございます。まあ、勝ったのが天竜同盟を結んだ名古屋ということで、非常にこの因縁を感じるんですけれども、とうとうこの天竜同盟を旗揚げしてから3ヶ月でとうとう最高位のベルトを取りましたね、山田さん。そうですね、そういった意味ではね、はい、もう天竜のリボリューションはね、はい、誠に素晴らしい成功を ね今のところ収めてるわけですよ。そうなんですね。さあその天竜からパートナー、最強のパートナー阿修羅原に変わりました。相手はジョー・ディートンであります。おそらくこの流言法としてはジョー・ディートンを狙ってくるでしょうね、山田さん。当然そうですね、まあ、そういうことがね、はい、あるだけにもうハンセンとしてはね、自分が積極的に出てくるはずですよ。そうでしょうね。流言法もそう言っておりました。試合前の控え室、今日はハンセン一人で来るだろう、変則タッグのような気持ちで来るだろうと、このように言っておりました。さあその間に阿修羅原が捉えられています。ジョー・ディートンも山田さん指名を受けたわけですから、ここは男を挙げるチャンスですね。そうですね、しかもあのパートナーがね、はい、心強い最強外人ということがあって、はい、思い切って出てきてますね。
龍玄鵬タックルが見られました。そろそろ実力を発揮してまいりました。世界タッグの初防衛戦、天竜が踊ります。さあ今まさに天竜時代であります。全日本マットの新時代を告げるこの天竜のこの素晴らしいファイト。そしておっとクイックタッチだ、アシラハラに今タッチを見せました。さあ今日はこのアシラハラの動きが一つ注目されるんですけども、何しろハードスケジュールの天竜、8.31 鶴田戦、それから世界タッグ戦、そして昨日行われました、9.11 9月12日3冠をかけて広島でファンセンのビーダーベフビーと自分の運営のおかげでの挑戦で相当天竜も体を痛めておりますので、この腹が今日は大事ですね。そうですね、本当の意味でね、はい、後の原選手タッグマッチだけに非常に大きなポイントになってますね。山さん、そのアシラ原選手がアウトサイドリングでこの三半戦に捕まっています。その間に天竜対、三半戦の PWSUN のダブルタイトルマッチの模様をちょっとご紹介しますと、誠に激しい勝負でしたけど、両者譲りませんで23分東京の死闘、両者、リングアウト。この結果9月15日の後楽園真昼の決戦はこの三半戦に輪島が挑戦する PWS ヘビー級選手権試合ということになりました。天竜の三冠はなりませんが現在二冠であります。今日はその世界タッグの初防衛戦、超えまくる三半戦であります。さあ来週の放送のご案内をしておりますけれども、来週の9月19日はプロ野球放送が中止の場合、全日本プロレス中継をお送りする予定になっております。内容は阪神対輪島の PWF ヘビー級選手権を中心にお送りする予定になっております。さて勝負の方はもう先ほどからもう山田さん荒れ模様の展開ですけれども、ペース配分はどうでしょうか。いやもうとにかくね、阪神が一人でかき回してますね、はい、しかしね王者チームは冷静ですね。冷静、非常に冷静ですよ。再び天竜が出てまいりました。ご覧いただきましたように、あのジャンボ鶴田に勝って1勝2敗とリードした天竜であります。まあニューリーダー対決に外貨を上げまして、勢いは止まらないといった感じの天竜。さあすごい勢いでまた突っ走っていった。しかし天竜対鶴田戦ですけれども、山田さん、今度対決したら俺が今度は勝つかどうかははっきり言ってわからない、このように言っておりますが、次期シリーズ10月6日日本武道館決戦、再戦決定ですね。まさにね、はい、天竜選手の言う通りで、はい、もう本当に勝負の行方わからないですね。本当ですね、8.31 決戦では執念の龍が気迫の鶴田に勝ちました。次なる決戦は本当に分かりません。10月6日の日本武道館決戦、乞うご期待。放送の方は10月10日のこの時間にお送りいたします。さあ天竜から、アシラ原へのつなぎでありますが、なんといいましても動きを見なくてはなりませんのはこのスタンハンセンであります。またまた荒々しく駆け駆けしく突進してまいります。さあアシラ原選手を捕まえました。なんとしても奪還したいこのスタンハンセン。自ら PWF のベルトは引き分けで守りましたが、世界タッグを今のところ離しています。どうしても世界タッグを持って凱旋したいところでありましょう。ガンガン前に出ておりますが、アシラ原が耐えています。それから天竜の最高のパートナーアシラ原選手、次期シリーズの開幕戦10月2日大田区体育館で今度はジャンボ鶴田と一騎打ち決定ですね。これまた面白いカードですね、これはもう原選手にとりましては大勝負でしょうね、それで原選手というのはね、はい、非常にこの乗りやすいタイプですからね、今のこの上昇機運、はい、これを持って一気に突っかけるとね、勝負の行方がまた分かりなくなりますね。でしょうね。次期シリーズの、大きなカードになりました。アシラ原対ジャンボ鶴田戦、開幕戦で行われます大田区体育館でございます。さあ勝負の流れ、今夜は PWF 認定の世界タッグ選手権龍玄鵬の初防衛戦、なんとか防衛したいところでありましょうか。さあちょっと戦力的には祝いジョー・ディートンを捉えました。自分のコーナーに引っ張り込んできた赤いバット上だ。さあ天竜が行ったぞ。正面から逆水平を打った、足を取って何で行った。さあ行ったぞ。天竜のファイトですけどね、この一連のずっと流れを見て、そのスタミナとかそれからファイト内容とか変わってますか、山田さん。もちろんね、もうスタミナの面でもね、はい、非常に安定性が出てきて、はい、全く心配はないですね、それと技がね非常にスムーズに出てますね。はいはい、ニューリーダーのトップに勝ったという自信は大いに
体中から発散していますが、しかし正直なところ山さん肉体的には相当疲れてますね。もちろん疲れてますよ、しかしねもう今精神がね、ビンビンに張ってますからね、はい、大丈夫です。その分だけ今夜は芦原が人一倍頑張っているんです。さあジョーディートンもやはりスタンハンセンのパートナーに選ばれただけに思う存分やっています。まだまだアメリカのグリーンボーイでありますが、スタンハンセンの指名を受けました。さあハンセンの元すごい突進、また大爆走が始まるそうだ。ストンピングから2パット、芦原の脇腹、猛攻撃であります。さあスタンハンセンのまたまた猛攻が始まりました。いやしかしね、ハンセンがね、はい、本当にディートンによく繋いでるんですね。なるほど。ただタッグの情報なんですが、ちょっとディートンの攻めがね、はい、一つ甘いだけにこのハンセンの作戦はちょっとうなずけないですね。そうですね、今日はおそらくスタンハンセンのワンマンショーになるかと思ったんですが ねジョーディートンを時によく使っています。ただね、非常にマックフォローしてます、はい、自分のね番でない時にね、ダメージを与えるようにね、はい、マック入ってますね。そうですね、まだまだ大きな山が2つ3つありそうであります。スタンハンセンがドロップキックを打ってまいりました。この PWF 認定の世界タッグ選手権変遷をこの間にちょっとご紹介しますと、おっとウエスタンラリアットか、あっと温存、ウエスタンラリアットはまだ温存。初代はハンセンブロディ、2代目がハンセンデビアス、3代キルトタイガーマスク、第4代がハンセンデビアス、5代がハンセンアイドル、6代が天竜アシラハラ、ダブル攻撃だ。さあとダブル攻撃を用いました。さあ天竜が行ったね、すごいチョップ、いやはやすごい、不沈艦スタンハンセンをまさに海に沈めました。奈落の底に突き落とした。天竜のこの勢いはとどまることが惜しみません。さあダブルのラリアット、サンドイッチラリアット、今日初めて出しました鶴竜。しかしハンセンが猛然と襲って天竜を場外に突き落とした。しかし試合の権利のあるのは今アシラハラとおそらくジョー・ディートンでしょう。場外戦はスタンハンセンと天竜だ。さあアシラハラ頑張れるか、ディートン行った、ディートンを突き放すか、場外ではアシラハラ今勝負は10分が経過した。ラリアット、アシラハラのウエスタンラリアット、いやラリアット、ヒットマンラリアット、爆発一発でアシラハラジョーディートンを捉えましたが、場外では天竜とそれからスタンハンセンがまだまだものすごい勢いで渡り合っておりますけれども、リング上では非常に落ち着いておりましたアシラハラがヒットマンラリアットを打ち込みまして、完全防衛、初防衛に成功いたしました。いやうまくこの天竜がおびき出しましたね。そうですね、はい、これはもう作戦としてはね、もう最高級のものですね。そうでしたね。で原選手のヒットマンを呼び込んで、これはねやはりディートンじゃね、はい、ひとたまりもないですね。そうですね、まあ、放送の方はあと4分少々でこのクラシックからお別れですけれども、まあ、放送の方も非常に都合のいいことにうまくこの PWF 世界タッグ選手権終了とし、ま、いたしました。天竜原初防衛に成功ですけれども、今日はすがすがしい表情ですね山田さん。そうですね、まあ相手がね、はい、なんといってもハンセンがね、リーダーですから、はい、それにパーフェクトな形で勝っての防衛と、はい、これは天竜選手原選手ともにしてやったりと、これはもう満足感でいっぱいでしょうね。今結果が参りました。結果は10分23秒、天竜原完全防衛でございます。あ、今日は堂々と勝利したとおりの世界タッグのチャンピオンベルトを巻きましたね。そうですね、まあ、先ほど来話にあったように、はい、今日完全防衛を果たして本当の意味でのチャンピオンなんだと言ったことが実現されましたね、はい、そうですね、革命はもうまさに、大成功といったところでありましょう。チャンピオンベルトの次に日本テレビの勝利のトロフィーが今鶴竜や天竜原チームに送られたわけであります。天竜原世界タッグ初防衛に成功、まあ、天竜同盟らしい非常にこのスケールの大きい、そして人そのものの防衛でございました。スタンハンセンの気持ちを考えますとどう思いますか。そうですね、今日はハンセン非常にねよく頑張ったんですが、はい、いかんせんパートナーがあまりにも弱体であったということですね、はい、でこれは今日の勝負負けたことはハンセンを攻めるわけにはいかない、はい、ただ戦い模様の中で私はちょっと疑問に思ったのはなぜ弱体な
パートナーにつないだのか、もう少しハンセン一人で思い切った暴れ方をしていれば、また結果は違ったものになっていたのではないかというような疑問が残りますね。なるほどね。まあ、今日のハンセンの出来そのものは決して悪くありません、思い切った大暴れを見せましたし、試合としてはね、非常にエキサイティングな、いい試合でしたよね。そうでしたね、それにしましてもこのリーダーの天竜、そしてパートナーの阿修羅原、この驚異的な打たれ強さというものは、このニューリーダーにふさわしい、まあ、エースの貫禄といいますか、意地というものを見せたんじゃないでしょうか。そうです ね、特に私が感心したのは、あの狂乱のごとく暴れ回るですね、ハンセンの猛攻、このペースに巻き込まれないで、非常に冷静に、試合を進めた、このあたりの成長というのはですね、やはり大変なもんですね。なるほどね。今日は、まあ、パーフェクトな防衛、もう一度 VTR で再現したいと思いますけれども、この2人の流言砲の呼吸の合ったサンドイッチラリアット、ここでもう、そうです、ね、いけるという感じがしましたね。はい、この一発でね、天竜選手はおそらくね、これはやれると、あとはもう原選手に任せようと、いうことだったんだろうと思います。そうですね、しかし山さん、今夜この倉敷大会は防衛いたしましたが、この同じカードでもう一回新潟で再戦があるんですよね。そうですね、あれはね、果たしてどういうことになりますか。まあ、おそらくこの王者チームですね、今後難敵が続々と名乗りを上げてくると、これを防衛していってこそ本当の天竜革命だということですね。はい、そうですね。そしてその新潟大会の防衛の暁には今度は、次期シリーズということになりますけれども、10月の16日大阪決戦、ここは今度はジャンボ鶴田和島組の挑戦を受けることになりますね。そうです、まあ、本当にね、強い敵がどんどん出てきます、そしてそれをね、なぎ倒していくことによって、本当の最高峰の王者というものに、到達を狙うわけですね。そうですね。そして山田さん、夢は大きく広がるんですが、次期シリーズにはザ・ロード・ウォーリアーズもやってまいりますが、ここまで防衛をしておき、連続していきますと、ザ・ロード・ウォーリアーズとダブルタイトルマッチなんかも楽しみですね。いや、これは素晴らしい夢ですね。そうですね、まあ、ファンの方もこれはぜひやってもらいたいと思うんじゃないでしょうか。そろそろ放送時間がなくなってまいりましたが、来週9月の19日の土曜日はプロ野球の放送が中止の場合、阪神対輪島の PWF ヘビー級選手権を中心にお送りしてまいりたいと思います。山田隆さんの解説でお伝えしました。倉敷からお別れします。さよなら。